東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。ポリシックスふみです。 UKP ラジオは所属アーティストやゆかりのある方をお迎えする番組です。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてツイートお待ちしております。いつもたくさん感想ありがとうございます。いくつかのツイートの方いただいているので、紹介させてください。まずはスマイリー原島さん会のツイート、愛だろマキさん、原島さんまだ聞き足りてないですってことかな、ということでもっともっとということですね。ああ嬉しいです。これって、はい、カッコ書きで元 UK 福田さんらしいですって書いてあるんですけど、はい、UK の方ですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、そして待ってないっていう、はい、そして、ザ・ニートビーツミスターパンさん回のあの名言にも感想が来ております。死の V さん転がり続けろ、書いてあるのかな。めっちゃ楽しい話満載で何度も声出して笑っちゃいました。やん大丈夫なんとかなる、パワーワードすぎですね、大好き。あともう一人、のぞみさん、すごい面白かったし気持ちが軽くなる回だったな、やんって言ってくれる人楽やなという感じでね、はい、感想いただいてます。はい、まあまあまあ原島さんも、パンさんも面白かったですね、はい、よく喋る人がね2人続いて ね愉快な回で、はい、いやでも本当ね、このええやん大丈夫なんとかなるって感じね、あれよかった なんかね、大好きですその感じ、はい、そうですね、ね、はいはい、ありとあらゆる場面で使えるよね、そうですねっていう話もしてたもんねしてた、はい、本当ありがとうございます。はい、で、今日はですね、音楽の仕事の話ということで、北海道のイベンターウエスの塚越雄介さんにリモートで出演していただいてます。よろしくお願いし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 ます。 UKP ラジオ、イベンターのウエスといえばライジングサンロックフェスティバルを運営していることでも有名ですが、改めてイベンターの仕事とはどんなもんかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、以前出てくれた清水温泉の清水さんも同じ業種ではありますけれども、うん、そんなことを話していければいいかなと思ってて、あとまあまあまあコロナ禍でイベンターのなんか、ちょっとやるせなさとか苦労話とかやるせないですね、はい、はい、どうだっけな、塚越くんと僕は前職で知り合ったんだっけ。そうですね、多分僕が、東京でマネージメントとかインディーズレーベルの A&R やってる時に初めましてでしたね、はい、多分そっかそっか、フラットオブサークルとかホワイトッシュってバンドのマネージャーやってた時に、まあ、その当時ノーベンバーズとかシャンペーンとかとよく対バンしてた時期があって、おそらくその時じゃないかなっていう感じです、はい、そうだよね、結構それ結構前だよね、もう10年以上前だよねきっとね、2007年とか8年とかですかね。なるほどなるほど、でそんなこんなあってその時はまあ東京にもちろんいたわけだけど、そうですね、で北海道のウェスに転職なさるわけだ。そうなんですよ、縁もゆかりもなく、そうなんですね。そうなんですよ。なぜ北海道を選んだんですか。なぜそれこそ全県ツアーとかバンドでやってたんで、本当に各地全国行ってどこに移住したいかなと思った時に、はい、北海道、最高じゃねってなってでまあ家族で意見が一致して北海道、やっぱ最近の都道府県の魅力度ランキングでも1位じゃないですか、そうですね1位、そうなんだ、1位で44位とか5位が埼玉なんですよ、僕埼玉出身っていうか埼玉住んでたので、はい、で45位からとりあえず1位に移住しようっていう発想ですね。なるほど、それって食べ物土地なんだろうね、その良さっていうの、もうでも全部トータルで最高だ、まあ、住むには最高だよなっていう印象があったんで、とりあえず移住を決めてから、じゃあ仕事どうしようかなって思った時に、そっか場所が先なんだ、そうですそうです、はい、思った時にまあ一番そうですね、つながりが濃かったのがウエスだったんで、
まあ、相談したら入れてくれました。はい、いいな。いいですね。入れてくれました。はい。っていう感じですね。なるほど。うん、約6年前なんですね。そうですね。6年前ですね。いやでもすごい思い切った移住ですよね。決断それね。なんかそうですね。うんうん、あ、息子が小学校上がるタイミングとかなんかいろんなタイミングがあって。東京じゃなみたいな。そうですね。東京じゃなくてもいいかなって思い出してたんで。うん、なるほどな、はい、なるほどなるほど、うん、そんなきっかけでウエスに入られたわけですね、うん、入りました、うんうん、ね、イベントの仕事のやりがいってどんなとこにあるんですか。やりがいやりがい、うん、でももともとも、まあ、マネージャーだったり、うん、まあ、レーベルの A&R とかやってたので正直最初イベンターのやりがいって、うん、やりながらこれイベントやりがいってなんだろうなとか正直思ってたんですよね、うん、思ってたところがあったんですけど、うんうんうん、まあまあなんかやっていく中でなんだろうな、本当だから20代30代でちょっと感じえなかったこの感覚というか、うん、それこそ打ち上げでアーティストとかスタッフがジンギスカンとかいくら丼をこう美味しいって言ってくれたりとか、うんうんうん、それこそこの間某アーティストがこう空港迎え行った時になんか空港で顔を見てちょっとホッとしましたって言ってくれたりとか、なんかそういうなんか若い頃は感じえなかったその喜びを最近やっぱ感じえるようになって、まあこれがやりがいなのかなとか思いますよね、うん、なるほどね。あとはでもやっぱ自分で企画したイベントとかで初めて札幌行きますっていうバンドとかをイベント出してやっぱそのお客さんの歓声とか聞いた時にはやっぱあこれはいいなと思うしね。だから初札幌ライブフェチなんですよね初めてです札幌ライブがっていうアーティストを呼ぶのがめっちゃ好きで、うん、なるほど。それはでも一個のやりがいかもしれないですね。あでもそれはいいね。例えば新人のアーティストで自力で札幌に行くって結構難しいもんね。なんかそうですね。だからそのこういう企画があって呼んでくれるっていうことはすごいありがたいと思う。一番最初に行くときに。ああ僕もマネージャーとか A&R だったんで逆その立場がなんとなくこう呼ばれなかなか呼ばれなかったりするので、うん、逆にそういう受け皿というか、まあ、北海道からなんとかこう若手をどんどん呼ぶ機会を作りたいなとは思ってましたよね。そうだよね、うん、まあやっぱり、うん、まだ新人のバンドとか集客がないバンドにとって札幌ってちょっと遠いんだよね。なんか旅費もかかるし。そうですね。ハードルが高いですよね、うん、名古屋行って大阪行ってみたいなつながりにはならないから。そうです、ね、だから北海道に行けないアーティストが多いから、はい、呼んでもらったら嬉しいよね。そうですね、うん、そういう機会はでも増やしていきたいなと思ってますよね、うんうんうん、いいじゃないですか。素敵ですね。それこそ最近はワーツとかいいなと思って UK さん、どなたがやってるんですかとか問い合わせたりしましたね、はいはい、あそうだね、あそうだね、うん、まだねライブやってないって。そうですよね、はい、もうちょっと、はい、ぜひぜひもうちょっと経ったらまた呼んでください。ぜひぜひ、はい、ですのね。手応えがあった仕事って どんなことですか。手応えのあった仕事はでも本当ここ最近だと、まあ、コロナ禍でなかなか、うん、はいはい、北海道のフェスというフェスの、まあ、野外イベントとか全部軒並み中止になっちゃったんですけど、そうだね、うんうん、本当はライジングサンが開催される予定だったお盆の、うん、2日間で、まあ約3000キャパの、はい、野外イベントを、まあ、社内の数人で立ち上げて、うん、でそれ、まあ、なんとかやりきったというか、もう準備期間も1ヶ月半ぐらいで、あ、うん、なんなら開催1週間前に4組中2組がコロナでキャンセルになってとかあったんですけど、なんとか意地でやりきったっていうのが、やっぱそれは意地なんだね。意地ですね、うん、ここは意地でしたね。これやりきれたのは、うん、でも本当にウエス入ってなんかかなり手応えのあった仕事だなと思いましたけどね、うん、
そうだね、そういうのってなんていうかな、ライジングさんへの思い入れとか、そのアーティストの協力がなくてはできないことだもん ね、 なんかね、そうですね、うん、はい、うん、なんかみんなアーティスト含めみんなで作り上げた感じがすごい手応えありましたね、はい、うん、ギュッとこうね、そうですね、みたいな感じですよね、はい、え、逆にその今だから言える失敗経験とかそんなのも聞いちゃってもいいですか？失敗談で言うと、僕やその東京いた頃マネージャー時代って割とこう、うん、なんだろうな、お酒、まあ、よく飲む機会あったんですけど、うん、まあまあそうなんですよね、奔放な飲み方をしてたなというか、うん、自由な飲み方をしてたんですけど、やっぱその立場変わって、あのイベンターってあんまり率先して酔っ払っちゃ いけなかったりするじゃないですか、まあ受け入れ側っていうか、まあ、そうなんですよ、ホスト役じゃないですか、なのに割と飲んで自由にあのマネージャー時代の飲み方で割と行ったところ、うん、ちょっとアーティストに、え、なんだこの野郎っていう感じでちょっとこう怒られたことがあったかなっていう。そうなんですね。ありましたね。初期、最近？いやいや、割と初期ですね。そっか、はあ、そうなんです。結構奔放なんですか、お酒をこう飲まれる。もともとは奔放だったと思います。で、なるほど、僕多分その移住してすぐちょっとした後に、うん、その遠藤さんとどっかで飲ん、うん、シロップ 16g のあれかな、打ち上げかな、うん、でお会いして飲んだ時に、うん、なんかお前そんな丸いやつだったっけって言われたのがすごい覚えてますね。なんか、なんだっけな、なんかお会いし、久々お会いした時に、あ、そういうことか、塚越ってそんな丸いやつだったっけって言われたのがすごい印象深くて。なるほど、あ、ま、丸いっていうか、応対が丁寧だったんだろうな、きっとな。あ、なんか、やっぱりちょっとイベンターとしてこうこなれてきた頃合いだったんですかね、うん、まあそうなんじゃない、なんか印象が違かったんだ、うん、いや相当当時俺オラオラだったのかなとかちょっと思ってちょっと反省しますよね。ま、オラオラっていうかさ、はい、やっぱりそのまあまあ、うん、例えばマネージャー同士ってちょっとさ、ちょっと内側ではこうライバル意識とかさ、 あとまあたマネージャーという立場で対等だよみたいなさ、そういう付き合いだったと思うんだよね、はいはい、なんか。いや、それ遠藤さんに対して僕そういう態度をしてたら本当にもう申し訳ない気持ちでいっぱいです。いや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 、どう、でもまあやっぱりなんか、まあ、突っ張るんじゃないの、マネージャーの人って。多分ちょっと突っ張ってましたね、うん、はい、だと思う、はい、その自分とこのなんていうな、アーティストに自分が担当してるアーティストのプライドみたいなものもやっぱあるし、はい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 、売れてる売れてないに関わらず、はい、なんかだかどっか張り合う気持ちってあるんじゃないかな、きっと。そうですね。丸いって面白いな。そうだったのか。なるほどな、そんなことがあったんだ。はい、だってウェスももちろんそうだけど、コロナ禍でさ、なかなかライブができない状況が続いたりで、はい、まあイベンター業界大変だと思うんだけど、はい、この2年ぐらいさ、どんな気持ちで過ごしてました？どんな気持ちで、もうでも、うん、去年はもう耐えるしかないなと思いつつは、もうでも転職しなきゃいけないのかなっていう気持ちもあったし、なんか大型トラックの免許でも取ったろうかなって思った瞬間もやっぱありますし、ただまあ、 あの去年の秋ぐらいからちょこちょこあのツアー回ってくれるアーティストが増えてきて、うん、まあでもそこからは本当にそうですね、とにかく守るべきもうルールを守って無理せずできる範囲の希望でコンサートをまあやっていくしかないよなっていう、でその実績を増やしていくのがまあ一番のこう、まあ元々の状況に戻るまでのまあ最短ルートかなっていうところでしたね。なるほど、はい、なんかぶっちゃけ腐んなかった？精神的には腐んなかった？
割と腐らなかったですね僕。おお、はあ、イベントももう隙あらばやったろうとは思ってたので。ああなるほど。腐るはなかったですね。なるほど、ね、うん、それは良かったですね。なんかね、なんか悔しいの方が大きかったんで、うん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 、そうですね、割と前向きではありました。それとトラックの免許取るって話はどうつながるんだ。で、いや本当にでも最初の頃って、うん、もう自宅待機3ヶ月目ぐらいってやっぱもう無理なのかなって思いましたよね。ああそっかそっか、はい、はいはいはい、なるほどね。もう本当に転職を、そうですね、転職そのタイミングだね、そうですね、無理かなとは思ってました。でもなるほど。まあでも今もでもそうですね、ちょっとずつ積み重ねていくしかないかなっていう感じですよね。まあ今ってさ、そのやっぱライブハウスの人数制限とかまだあるでしょ。そうですね、 50% ぐらい みたいなこと。もう会場によっては、スタンディングで 50% まで行けるところもあれば、うん、はい、それこそそのホールに関しては 100% 入れてる公演もある、うん、あったりするので、はいはいはい、そうなんですよね。なんかそのホールとかアリーナは割とこうお客さん入れられるようになってきたんですけど、やっぱライブハウスがなかなか入れづらい状況でありますよね、うん、最大でも 50% ですよね。そうだよね、うん、そうってなるとやっぱその、うん、実際問題やっぱアーティストもそうですし、あのイベンターもやっぱ半分しか入れられないっていうところだと、うん、お財布事情がなかなかやっぱ厳しかったりは難しいよね、はい、するので、本当だから、まあ、僕全国ツアーの制作とかもやってたりするので、やっぱその道外の、ツアーだったりとか北海道外のイベントの制作だったりを、まあ、どんどん受けていきたいなとは思ってますよね。おう、例えば今誰の全国ツアーとかはコーディネートしてんの？全国ツアーで行くと、あの、うん、おめでたい頭で何よりっていうバンドがいますけど、はいはい、あれとか、うん、あとビレッジマンズストアっていうロックバンドのツアー制作とかをやってますね、うん、へー、はい、それってツアー制作する場合って全国くっついていくの？ついていっておめでたは全部ついてってますね。おー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 、ビレッジは要所要所というか頭とケツとあといけるところだけっていう感じです、はい、面白いな、そういう仕事もやってるんだ、ね、うん、やってますし、なんかやっぱ、うんうん、道外のお仕事を増やしていかないと、うん、やっぱり、はい、お財布事情もあれなので、はい、あいや、あ、はい、お仕事お待ちしてます。はい、面白いな、まあ、でもなんかリモートが結構当たり前になってきてますし、まあ、北海道にいようがなんか全国各地とコミュニケーションが取りやすい状況になってるんで、なんか逆にチャンスかなとは思ってますよ。ああそれは面白いよね、はい、結構今イベンタ各地のイベンターが制作をやるパターンが増えてきているので、結構多いんですよね、うん、地方イベンター制作が増えてるので、はい、この流れに知らなんだ、あ本当ですか、うん、結構いますね、なんでこの流れに乗っていこうと思ってます、はい、なるほど大事ですね、面白いな、うん、これからさ、はい、イベンターを目指す人にメッセージを送るとしたら僕がですか、イベンターまだ5、6年目の僕がなかなか伝えられることが正直ないというか、 それこそ下積みなくイベンターしてるので、うん、かなりこう、うん、イベンターの中でもイレギュラーなタイプだと思うんですよね、うん、だからなかなか参考になる、ようなことなかなか言えないんですけど、まあなんでしょうね、なんか仕事としてなかなか楽しいのかどうなのか、なんかその瞬間瞬間分かりづらい職種かなと思うし、まあ、まずはでもねコンサートバイトかなんかやって実際触れてみたり、あとライブハウスでイベント企画したりして、まずは触れてみるのはいかがでしょうかっていう感じで、なんか割と間口は広い職種ではあると思うので、とりあえずお仕事をご一緒しましょうっていう感じですかね。そ
でもさっきねおっしゃってたみたいにその制作ツアー制作だったりとかなんかそういうこともできるしなんかいろんなことがなんか思ったよりこうできる感じなんですよね今。いやそうですね、なんか、ね、個人で、うん、そうですのやりたいことを力量で、うん、なんかいろいろ幅は広いと思うんですよね、うんうんうん、じゃあ本当これからそうなんかイベンターさんみたいなこともやりたいしなんかいろいろやりたいしみたいな定まってないけどみたいな人でも一回 うん、そういうところに触れてみるみたいな。そうですね、全然ありって感じですよね、うんうん、そうだな、うん、まあでもまあまあじゃあ学生の人でね、うん、イベンターに興味ないっていう人が、あ僕もイベンターになりたいなって思わせるようななんかいい話ないのすごい難しい、すごいいい話イベンターっていいもんだよっていういい話で、さっきは2個聞いたけど、なんかやりがいみたいなこういうとこがいいんだよなみたいな話ってもっとないのかなと思ってだって今のままだったらだって別に、うん、なんか面白いのか面白くないのか分かりにくいんだから俺やんねと思うみんな思ってると思うよ、まあ、なんかこうゼロから1を作り出すポジションではないので、なんかそういう仕事をしたいのであれば違うのかなと思うんですけど、ただ、うん、本当にいろんな僕で今多分担当アーティストとしては100組ぐらいはやってると思うんですけど、なんかいろんなアーティストにこうなんだろう、まあまあその北海道っていうエリアを任せてもらって、なんかその、うん、そうですね、まあ、ちょっとずつこう関われるっていうのはなんかまあ魅力だと思うんですよね、うん、具体的にどうかと言われると、うん、なんだろうな。でもまあいろんなアーティストに触れられるって魅力の一つだよね、なんかね。そうですね、なんかマネージャー時代ってもうそれこそ担当しているアーティストの比重がすごいじゃないですか。いやそうだよね、はい、うんうんうん、なんですよ今100組近くぐらいのアーティストにちょっとずつこう関わってサポートお手伝いをしてっていう、うん、なんかもう真逆なんですけど、すごいこうで、ライブハウスからちょっとずつじゃあホールアリーナっていうとこになんかこう持ってけるのはまあまあ本当やりがいはありますよね、うん、そうだね、うん、イベンターってそのクリエイティブな方面も必要だけどさ、うん、やっぱまあ例えば空港に出迎えに行ったりさ、打ち上げでいい店を選ぶみたいなさ、はいはい、ホスピタリティも重要じゃん、なんか。そうですね、そうですね、はい、なんかそういうのいいよね、なんかね。そこですよね。いや、うん、ホスピタリティ、なんかその割とこうなんだろう、規模が大きくなってくると、うん、もう運営担当とホスピタリティ担当は分かれるんですよ、うん、アーティスト担当してる身としてはもうホスピタリティのみに なってくるので、そうですね、はい、どうもてなすかっていうことを、そうですね、なるほど、あの、しかも北海道だと期待される率が、そうなんです、率すごいですよね、きっとね、期待値がすごくて、うん、なんかさ、その打ち上げでさ、アーティストが日替わりでどんどん変わるじゃん、はい、でみんなジンギスカン食いたくなってさ、はい、うわ今日もまたジンギスカン、週5でジンギスカンで嫌だなみたいなことってある？まあ多いなと思いますけど、その中でちょっとラムシャブ挟めるようにラムシャブの方に持ってったりしますよねでもやっぱでもラムなんだね、ラムでもラムシャブいいよっていう方に流したりしますよね、はい、なるほど、うまく、うん、そうですよね、うちらはそうね、こうたまに行くからそうだけど、うんうん、ね、北海道に住んでたらね、そう多いですもんね、毎日になっちゃうから、まあでもあとお店変えたりとかして、はい、楽しんでますよねいいですね、楽しんで、はいはい、リクエストとしてはさ、ジンギスカンって多い？いや、多いですよ、半分以上じゃないですか。あそっか、はい、特に今とか本当、例えばこう久々行けるようになったから、うん、改めて一度またジンギスカン食べたいとかいう人多そう。そうですね、多いですよ、うん、はい、うん、だ海鮮ってどこでも行けるけど、うん、やっぱジンギスカンだよねっていう感じになりますよね、うん、ああそうなんだよね、うん、でもさ、うん、まあ、こんなこと言ったら北海道でジンギスカン羊取れるわけじゃないよね。そうなんですよ、うん、
いや、まあありますよ、牧場ありますよ普通にありますあります、はい。ただ大体輸入ですね。そうだよ、ね、オーストラリアとかニュージーランドみたいなでも それ言ったら仙台の牛タンも一緒ですもんね。そうですよね。そうそうそうです、そうそうそう、アメリカ産。そんな切り返すなよ、仙台の仙台の牛タンは仙台取れてないっていうのは重々承知なんだけど。そうですよね。まあ往々にしてなんかね、そうなんか打ち上げがダメだとイベントがダメみたいなね言われ方することがあるんですけど、でもう少しクリエイティブなところにも目を向けてほしいなとプロダクションの方々には言いたいですね。うん、これ自分のこと言ってるんですけど。え、そう思わないでも、なんかふみさん的にはイベンターに求めるものって何かあります？そんなないですけどね、何、うん、だろう、まあ本番終わってからタイムテーブル送ってくるのはやめてくれよ青木っていうことぐらいかな。あ、そうですね。あの正しいタイムテーブルを送っていただけたらもう本当十分で。なるほどですね。はい、あと違うバンドのタイムテーブルとかじゃなければハードルがめっちゃ低くなるじゃん、はい、そうなんですよ。なるほどですね、はいはい、ポンコツ慣れしちゃったあ、なるほどです、はい、今はもうあれですけどね、うん、やっぱ久々に会うみたいなタイミングが多いんで、やっぱりなんか元気にこうまた会えたねみたいな感じはすごい嬉しいですけどね、別にコロナとか関係なしに。はい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 、うん、それで例えばこうちょっとこう前回よりお客さんが増えたなんかそういうことがあるとなんていうんですかね、すごいありがたいというか嬉しいというか、なんか頑張れるみたいな感じもあるんで、そういうのがこう共有できるのが、はい、すごいありがたいです。まあ、全国ツアーの制作とかじゃなくてもイベントって横のつながり結構強いじゃない。だから例えば北海道でまあ使い持ちに会った時にあの仙台のの人どうしてるとか、はい、大阪の人どうしてる、そういう様子が聞けるのは嬉しいよね。なんか確かしょっちゅうリモートのみしてましたね全国ね、全国イベント、はい、うん、いやみんな本当仲いいんだっていうの意外でしたもん、後々知って。うん、横のつながりがこんなに深いとはみたいな。まあ、特にあれじゃないの、今回のコロナ禍になってからはみんなでちょっと力を合わせて頑張ろうみたいなことで、うんうん、リモートのみでも何でも集める機会も多くなったんじゃないかな、きっと。そうですよね。なんか自治体によってやっぱりガイドラインとかも変わってたんで、やっぱその各地の情報交換はすごいこうやってましたね。はい、うん、どうやったらできるのか、そうですね、みたいなね、うん、ところですよね。UKP ラジオ、塚越さんからお話ししたいテーマもあるということでございますけれども、 お酒とはというね、うん、はい、難しいな。いやなんかあのふみさんとかそれこそ音楽人の新年会とか、はい、それこそフェスの打ち上げとか、あの温泉の音玉の打ち上げとかで、はい、何度か見かける機会が飲みの場で見かける機会が多かったんですけど、はい、すごいこうなんかいい飲み方されてるというか。本当ですか。なんか素敵な酔っ払いの方だなっていう印象があって恐縮ですね、うん、恥ずかしいですけど。あれなんですよね。いやいや俺もそう思うんだけど、それは なんでそう感じるんだろうね、なんかね、うん、そのデストロイな感じじゃないからじゃないですか。あ、うん、多分まあそうだね、うん、でもね、遠藤さんもうなんかにこやかに飲んでるイメージありますよね。そうですね、にこやかにはにこやかには飲んでますね、うん、はい、うん、遠藤さんにこやかなんですけど、はい、たまに真顔になってすごいヒヤッとする瞬間があるんですよね、うん、え本当は、はい、あれ怒ってらっしゃるのかなって思う瞬間があってちょっと緊張するんですよねいや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 怒ったことはない、ね、怒ってないんじゃないのか、すいません、 なんだろう、はい、うんうんうん、私にとってじゃあお酒はねあれですね、うん、やっぱり一人では飲まないので、うん、人とご一緒するあの時にあるものっていう感じなんで、ちょっとこうその人との仲をつないでくれるみたいな、あそうだね、感じはすごいありますね、うんうん、はいはいはい、本当さっきのリモート飲みとかでそういう回数が増えると人との距離感ってちょっと縮まるじゃないですか、うんうん、まさにそういうものだなっていうお酒ですね、やっぱり、うん、コミュニケーションも、そうですね、うん、はい、そうですね、まあ、僕は、まあ、
まあ、ただ単にふわっとしたいだけですけどね、なんかね。酔っ払う感覚お好きなんですか？そうです。お酒の味自体を好きだと思ったことはあんまりないんですけど、うん、ちょっとやっぱりふわっとこうなんかな、あの、うん、緊張感が溶けていく感じは好きですね。ほぐれる感じね。でもやっぱり人はいないとダメかな。だからうちでは全然飲まないし、うん、そうなんですね。はい、一人で行ったとしてもそこのマスターと話したいから行くみたいな、あるいは 2,3 人で行くみたいなことが多いかな。一人でこうバーで孤独に飲んでる人とかにも憧れますけどかっこいいなみたいな、かっこいいなと思うけど、でも 俺行くとこ大体そういうバーでもマスターと仲良くなってマスター喋りに行ってるパターンが多いんですよね。あの人と喋りたいから行くみたいなことが多いかな。やっぱ人があるんですね、うん、お酒にはそのついてくるというか。そう、家で一人だったらやっぱコーラとかきのたてでいいもんね。まあ確かに私もそうですね。ネットフリックスとか見ながらなんかお酒飲んでてわけわかんなくなっちゃうからコーラでいいかなっていう。僕割と一人で、ね、あの映画見ながら記憶飛ばすタイプですね。あれですか、あの、家で二日酔いになるタイプですか？家でも二日酔いになってます、はい、アル中になるんじゃないかどうしたコロナ禍。それ家族は呆れない？あ、確かに呆れてますね。嫁さんは呆れてます、はい、奥さんとねご一緒してこう飲むんだったらいいけどね。もう一人ですね。一人でふわーっとしてますね。あ、でもあやっぱそうな、それコロナ禍やばいよね。なんかね結構酒の量増えた方多いっていうしね。外ではどうなの、お酒塚越君にとっての外でのお酒というのは、うん、どういったものなんですかね。外でのお酒はでもなんか本当にまだこれ43なんですけどなかなか、うん、お酒のなんだろう飲み方がまだ自分で備わってなく、うん、割とこう毒づいてしまうことが多くて、え、まだ毒づいてんのか。まだ、ね、なんだそれ。そうなんですよ、飲みすぎると毒づいてしまうことが多く、うん、でもお外で飲むパターンってさやっぱり仕事の飲みっていうかさあが多いんですよね。飲むことの方が多いよね。はい、が多いんです。ただそんな中、まあ、同僚とか頼むとよく毒づいちゃうんですけど、あの、アーティストをアテンドする立場の場合、うん、記憶飛んでも翌朝聞くとちゃんとしてましたって言われることが多くて、なんかその辺はなんか飛ぶなよ、はい、アテンドしてんだから。そうです。それはちゃんとあの体には染み込んでんだなっていう感じはありますよね、はい、それもこの6年の経験で培った技みたいな。はい、ちゃんとアーティストの前だと、はい、ちゃんとするっていう、パリッとしてる、パリッとしてる、でも記憶がないみたいな、はい、すごい技。面白い、はい、すいません。はい、お酒以外はさ今趣味何僕でも総合格闘技やってるので、あの殴り合ったり組み合ったりして、はい、昔からやってらっしゃるんですか？昔からやってましたね、はい、試合も出たりとかして、すごい、結構じゃあボコボコな状態で現場に出るみたいなこととかあったりするんですか？僕そうですね、あの、うん、足折ってあのフェスの転換とかしてましたね、よくマネージャー時代も。それはダメだろ、なんかそれダメでしたね。なんだそうですね、すごいな、はい、いまだにちょっと顔晴らして、はい、現場行ったりはしてますよ、ね。はい、でもあれですね、あの格闘技やってるって周りの人が知ってたら喧嘩じゃないと思う。喧嘩じゃないんで、はい、ちょっとそこは安心ですけど、スポーツですから、はい、スポーツですからね、はい、はい、あとあれですね、薪割りとも書いてありますね、趣味。そうなんですよ、あの家が薪ストーブなんで、あの最高ですね。チェーンソー持って山行って、うん、切ってきて、はい、割ってます。その山って勝手に切っていい山なの？あ、でもそうです、あの譲りますよっていう人のとジモティとかでつながって、はい、ジモティで何？ジモティです。この木どうぞっていうのがあるんですか？これ倒した木、あのよかったらどうぞとか、
あのよく増援料やってる、業者さんとかに譲ってもらって、で車積んで、はい、割って、で今もうまだ割らなきゃいけない木がいっぱい庭に転がってますね。いいなあ、薪。それいいよね。それやっぱりなんか、なんていうか、薪割ってるとこうなんか無心になる。ああ、なりますね。はい、なんかでも遠藤さん興味あんの？ないよ。ないですないですね。ないない、うん、ごめんなさい、遮っちゃって。絶対ないけど。絶対ないよね。そう、いやでも薪割り、そうですね、いや薪割り、自分で割った薪を使って薪ストーブで冬暖を取る北海道、最高っすね。ああ、でも結構大量に使わない？大量ですね。ですよね。はい、大量です。もうだって脇にさ、一かかえの分とかって一晩で使ったりしない？そうですね、一晩じゃ足りないでしょ、それ。はい、そっか。全然ワンシーズンだと、まあ竜兵、一竜兵、二竜兵って言うんですけど、だから立方メートル。竜兵、竜兵、あの立つ、まあそうですね、あの立方メートルですか。あの、はい、あ、立方メートルね。はい、だから6竜兵ぐらいはワンシーズン使いますね。ごめん、ちょっと何だろう、全然ピンとこない。ピンとこないですよね。あ、6立方メートル、だ6メートル、そうですね、うん、1、そうですね、はい、ドーンとその立方でドーンと、はい、相当ですよね、だから相当ですね、はい、ね、すごいね。それを自分でね割って乾かして、ってなるわけですね。だから今年のやつは去年割ったやつってことですもんね。そうです、そうです。あ、そういうことか。はい、乾かしたり。それってやっぱり、ね、みし、あの庭がめちゃくちゃ広いってことなの？庭は広いですね。置いておけるってことだもんね。はい、あの薪の棚を作って、はい、北海道なんで土地が安くてよかったです。もう東京じゃなかなかできないですからね。そうですね、東京は無理ですからね。薪買うしかないもんね、本当に。あの、どうすかね、最近はもう少しずつ仕事増えてきた？めちゃくちゃ多いんですよ。おーおーおー、もう10月、もうここから12月の半ばまで全週末埋まってますね。ああ、はい、もうなんだろう、まだ人数制限あるから本当いい感じとは言えないけど、仕事がポン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 入ってくるっていうのはいいことだよね、なんかね。そうですね、あの、ありがたいです。ツアーを回ってくれるっていうアーティストがどんどん増えてきて、ちょっとさ、はい、ちょっと長い間さ、はい、暇だったから勝手が違ってさ、はい、なんか体が動かねえなとか、これ忘れてんなってことないの？あー、でもなんだろう、コロナなんて新しくやることが増えてきたんで、それこそ、情報を、あのお客さん情報を取っていただいたりとか、その検温だったり消毒とかやることが増えたので、なんだろう、忘れてるってよりは今まで以上にやることが増えて、まあまあ、そうですね、大変っちゃ大変ですね、はい、なるほどね。ね、ウエストの塚越雄介さんお迎えしてお送りした UKP ラジオもそろそろお別れの時間です。はい、はい、ぜひね、北海道行った時はね、はい、ちょっとふみちゃん珍しい話が聞けてよかったですね、なんかね、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ北海道でお待ちしてます。はい、はい、皆様からの感想もお待ちしております。ハッシュタグ UKP ラジオつけてつぶやいてください。 UKP ラジオのツイッターアカウントもあります。ぜひこちらもフォローお願いいたします。 UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一とポリシックスふみがお送りしました。